ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジーファイナルファンタジーは1987年12月18日に日本のスクウェアから発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム同社のファイナルファンタジーシリーズの第一作目である4人の戦士を操作し土、火、水、風の4つのクリスタルの輝きを遮る4体のカオス を倒して暗黒に包まれた世界を救うことを目的としたゲーム。当時人気となっていた同ジャンルのゲーム、ドラゴンクエストシリーズに先駆けて、キャラクターの職業選択や空中を移動する、飛空艇の存在などを取り入れていた。開発は、スクウェア A チームが行い、プロデューサーは、宮本正史、ディレクターは、坂口博信、ゲームデザインは、田中コー河津明斗 シナリオは、寺田賢治と買わず、音楽は、植松信夫、キャラクターデザインは、天野義隆が担当している。ファミリーコンピュータ版の販売本数は、日本国内で約52万本、全世界で84万本となった。また、ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューにて、ファミリーコンピュータ版は、ゴールド殿堂入り、ワンダースワンカラー版は、シルバー殿堂入りを獲得した。 タイトルにナンバリングはされておらず、当初の正式タイトルは単にファイナルファンタジーであるが、続編と区別するためにファイナルファンタジー愛と称される場合もある。なお、リメイク作品には愛の故障が付けられる。この名称は後に発売されたファミリーコンピュータ版およびプレイステーション版、ファイナルファンタジー III とゲームボーイアドバンス版。 ファイナルファンタジー I2 ア,アドバンスで採用されている。ファイナルファンタジーシリーズの初作となる本作は、坂口博信をはじめ、佐賀の川、通明、きさと聖剣伝説の石井光一らが総力戦で作り上げた以降のスクエア RPG の原点の一つであり、先発 RPG 作品の世界観をベースとしながらも、独自の装飾によって、個性的なファンタジーの様式を作り上げ、 当時まだドラゴンクエストの無法に止まっていたコンシューマー RPG の分野に新たな流れをもたらす作品となった。本作の大きな特徴の一つが変則的なスタイルで導入されるオープニングタイトルのシーンである。ゲーム本編はプレイヤーがフィールドに放り出される形で唐突に始まるのだが、ゲームは進行しおぼろげながら、 状況と目的が見えてきたところで初めて物語の大きな目的が示され、美しいグラフィックや音楽とともに探求の旅へ誘う演出は本作の代表的なシーンとして知られ、その音楽はシリーズの代表曲として続編作品に広く使われるものとなった。頻度の高いコマンドのショートカット、全世界を見渡せるマップ、エンカウントのない飛行乗り物や、 乗り物の高速スクロール処理など他の RPG 作品がスーパーファミコン世代になってようやく実装し始めるような洗練されたインターフェースがすでに多く採用されている。またフィールドマップにおいてはファミコンの限られたベレムをグラフィック描画に集中するプログラムテクニックによって滑らかな海岸線や立体的な質感の山岳などが表現されており、このため フィールドマップでは会話ウィンドウは開かない仕様になっている。キャラクターメイキング要素を備えたファミコン RPG としてはドラゴンクエスト3に先駆けており魔法を店で購入する独特のシステムや属性や弱点をついた多彩な戦術シチュエーション、どのジョブでもクリアできる自由度の高さなどといったやり込みやリプレイバリューの要素、また浮遊城や海底神殿などの幻想的な ダンジョンの舞台設定やアニメーションで表現された戦闘シーン、要所で挿入される四天皇的ボスとの対決や、外来語の多様で異国的な雰囲気を盛り上げる演出手法など、今週マー RPG において、いち早く取り入れた作品だった。ファイナルファンタジーシリーズの定番といえるクリスタルや、飛空艇、可愛らしい魔導士キャラクターといったお馴染みの要素も一作目から多く登場しており、 超文明や、時空輪廻など世界を形作る、工事的な概念や、敵キャラクターにもカオス、四元素といった哲学的な名前が与えられるなど、完全超悪に収まらない観念的な世界観を敷く、手法もまた形を変えながら、後のシリーズや、派生的な作品に色濃く引き継がれている。本作は四人パーティーで進行するが、移動シーンの画面では、戦闘の一人だけが、 代表的に表示される。移動中におけるアイテム、魔法の使用やステータスの確認などは、メニュー画面と呼ばれる、サブ画面を開いて行う。また、街やダンジョンなどでは、決定ボタンを一回押すだけで、目の前の人との会話をしたり、物を調べたりすることができる。戦闘はターン制となっている。敵モンスターを全て倒すと戦いが終了する。 主人公たち4人全員が死亡あるいは赤化状態になるとゲームオーバーとなり前回セーブを行った場面からの再開となる。戦闘画面は画面右側に主人公たち4人が縦に並び画面左側に敵モンスターのグラフィックが表示されるサイドビュー方式主人公たちが行動するときはキャラクターが実際に剣を振ったりする動作が見られ HP が少なくなったり、ステータス以上に陥ったりすると、キャラクターが膝を落としてうずくまるようになっている。このように、戦闘時に自分たちのキャラクターが画面に表示されてアニメーションする RPG は、ドラゴンクエストのような敵モンスターだけが画面に表示される方式が主流であった当時としては、珍しいものであった。また、キャラクターやモンスターの行動時には、 〇〇の攻撃、〇〇はお唱えたのような文章による表現を使わず行動したキャラクターと相手の名前、魔法や特殊攻撃などの名前、攻撃ヒット回数、ダメージポイントなどが並んだウィンドウ内にそれぞれ表示されるだけである。このようにシリーズ第1作目の本作からすでに戦闘時のビジュアル重視の作風が見られ、 後の作品ではさらに文字によるキャラクターの行動の説明が少なくなっていくこととなる。また、パーティは隊列になっており、上部に配置したキャラクターほど敵に狙われやすい。この隊列配置は、マップ移動中にのみ変更することが可能である。なお、戦闘中に、毒、石化、死亡状態になったキャラクターは、戦闘終了後自動的に、最後尾へ下げられる。 キャラクターの職業によっては魔法を使用することができるが本作では魔法はレベルアップによって覚えるのではなく街の中にある魔法屋で購入することによってのみ習得できる。習得できる魔法は職業によって異なる。魔法は1から8までのレベルに分かれており各レベルごとに白魔法、黒魔法それぞれ4つ存在する。ただし1人のキャラクターが覚えられる。 魔法数の限度は一つのレベルにつき三つまでなので、主者選択することになる。また、魔法の使用回数は、魔法のレベルごとに決められており、キャラクターのレベルが上がるほど、魔法の使用回数も増えていく。レベルが低いうちに、高レベルの魔法を購入することも可能ではあるが、その魔法レベルの最大 MP が0であれば、MP が上がるまで使用することはできない。本作では、 後のシリーズと違い、魔法の全体化はできない。魔法ごとに、敵全体、味方数と、自分のみなどの効果範囲が決められており、そのためにあと、シリーズとは、魔法体系も異なっている。本作固有の魔法としては、アンデットにダメージを与えるディア系、味方全体を回復するヒール系などが存在する。他に、雷系の攻撃魔法が、サンダがでなく、 サンガーとなっていたり、ケアルの第二段階の名前が、ケアルラでなく、ケアルアであるなど、名称が異なる魔法もいくつかある。なお、本作には、アディアのように、アをつけて強化される、白魔法が他にも存在し、アレーズのようにアのシリーズに受け継がれたものもある。ケアルアは、ファイナルファンタジー13で、初代以来の復活を遂げている。ただし GBA 版よび PSP 版では、 魔法の回数性は廃され、新たに MP の数値が設定された。同様に MP を消費するファイやフィブ以降のシリーズと近いシステムとなっている。本作に登場する乗り物は3種類。なお、船や飛行船に乗っているときは、それぞれ波の音、プロペラの音が効果音として鳴るようになっている。FF シリーズでは第一作目である本作から、 バッテリーバックアップが採用されている。ただし、ファミコン版は、セーブデータを1本のカセットにつき1つしか、記録できない。本作では、街の、宿屋に泊まるか、あるいはワールドマップ上で、テント、コテージなどの宿泊用アイテムを使用することによって、セーブするシステムである。ただし、GBA 版、PSP 版では移動中であれば、どこでもセーブが可能になっている。 ファミコン版でも宿泊用アイテム使用時にセーブするかどうかは任意だがコテージはセーブを選択しないと MP が回復しない。セーブを選択してもセーブのタイミングが MP 回復の前であるため再開した際に MP が回復していない状態から始まるという仕様になっている。また宿屋に泊まる際には必ずセーブに同意しなくてはならないためファミコン版では セーブせずに MP を回復させる手段がない。セーブバッファは一つしかないため前回のプレイデータを温存してゲームを進めることは困難だった。船の中で A ボタンを押しながら B ボタンを一定回数押すとミニゲームの15パズルをプレイできる。クリアするとファミコン版では100ギルを得られリメイク版ではクリアタイム更新ごとに高額の賞金や貴重なアイテムを得られる。 携帯電話版には存在しない。ファミコン版の15パズルはナーシャが勝手に入れたもので周囲のスタッフはあまりに嬉しそうにそれを報告するナーシャを見て何も言えずそのままとなった。本作ではオープニングがゲーム途中の一イベントであるため普段はオープニングの音楽を聞く機会がない。しかしこのミニゲームを起動することで物語途中でもオープニングの音楽を呼び タイトルグラフィックの一部を視聴することができる。FF シリーズでのジョブとは職業のことである。ファイナルファンタジー3のジョブチェンジシステムが初出の後である FC 版、愛の頃は特別な呼び方はなかったが、現在では公式にもジョブの故障が用いられている。本作はゲーム開始時に4人のキャラクターのジョブを選択し、以降転職することはできない。 物語の後半になると、クラスチェンジによって、それぞれの上位のジョブになることが可能。クラスチェンジをすると新たな武器や魔法を扱えるようになり、キャラクターのグラフィックも変わる。ファミコン版では、グラフィックの等身が上がり、まるで子供から大人に成長したかのような姿になるのが特徴。後の作品やリメイク版では、等身の変化はない。矢印の右側に記した名称は、 クラスチェンジ後のジョブである。スタート時の選択画面では、戦士、シーフ、文句、赤魔術師が表示されているが、どんな組み合わせでもクリアはできる。複数のキャラクターを同じジョブにもできる。土、火、水、風の4つの力が遮られ、暗黒に包まれた世界。作物は枯れ、火山は火を吹き、海は荒れた、モンスターが地上を徘徊していた。しかし、 この世界には、この世に悪道指示4人の光の戦士アラーレン、という予言があった。人々は世界を救う、光の戦士の伝説を信じ、待ち続けていた。長い、長い旅の果てに、光の戦士の証である4つのクリスタルを手にした4人の若者が、コーネリアの地へとたどり着く。彼らは、町の賢者からクリスタルが、光の戦士の証であることを知らされる。 その頃コーネリアでは、かつてこの王国のナイトであったガーランドによって、セイラ姫がさらわれるという事件が発生していた。戦士たちは王の願いを聞き入れ、ガーランドが立てこもるというカオスの神殿へと向かうことになった。ガーランドを倒し、姫を取り戻した戦士たち。王は、その感謝の印として、コーネリアの北にある橋を修復させた。 失われたクリスタルの輝きを取り戻し、世界に再び平和をもたらすために、選手たちは橋を渡り、未知なる大地へと旅立つ。選手たちは、クリスタルの輝きを遮る存在である土、火、水、風の四体のカオスを倒し、クリスタルの輝きを蘇らせていく。しかし、すべての輝きを取り戻しても、なお、世界に平和は訪れなかった。 クレセントレイクの賢者たちは語る。すべての元凶は2000年前にいると。4つの力はその中心であるカオスの神殿へと集まっている。悪の源を叩くのだ。戦士たちは4つのクリスタルと黒水晶の力によって2000年前のカオスの神殿へと向かった。2000年前のカオスの神殿の最下層にいたのはガーランドだった。 一度は選手たちに倒されたガーランドは4体のカオスによって歪められた4つの力で2000年前に飛び、そこに蘇っていたのだ。そして2000年後のために再び4体のカオスを未来へと送り込む。ガーランドはカオスとして何度も繰り返される、閉じた2000年の時の鎖の中で永久に生き続ける存在になっていた。選手たちはカオスに勝利し、 時の鎖を断ち切った。世界もまた元の姿を取り戻す。人々は戦士たちの活躍も歪められた世界のことも覚えてはいない。だが心のどこかに残ったその記憶を架空の物語として語り続けるのだった。本作はシリーズ中でも特に多くのリメイク、移植がなされている。1989年に m s x に移植されたほか2000年に ワンダースワンカラー用としてリメイクされ、2002年にプレイステーション用として、2004年にはファイナルファンタジー II ア,アドバンスのタイトルで、第一作との同時収録で、2007年にはプレイステーションポータブル用として、2015年にニンテンドー 3DS 用としてリメイクされた。2004年からは携帯電話用アプリゲームとして、各種携帯電話キャリアにおいて配信されたほか、 2010年には iOS、2011年には Android、2012年に Windows 4オン用として配信された。ファミリーコンピュータ版はバーチャルコンソール対応ソフトとして2009年に Wii、2013年に Wii U、Nintendo 3DS 用としてそれぞれ配信された。2012年12月18日にネット限定販売で、 フェから f f x までのナンバリングソフト。基本的に、ワンダースワンカラー版の移植だが、ハード性能の違いによりグラフィックはさらに精密になり、BGM も大きくアレンジされた。ファイナルファンタジー i i アドバンスとして発売され、本作とファイナルファンタジー II を同じカセットに収録している。画面は、ワンダースワンカラー版をベースに色数を増やして、書き直されている。 戦闘画面では主人公キャラクターは少しだけ小さめになり背景画のデザインも異なっている。また従来の移植ではほとんど変更のなかった基本システムが大幅に変更された。当時の雑誌媒体などに掲載された広告では低年齢層のユーザーでも楽しめることを強調しておりパッケージや説明書などに使用された各キャラクターのイラストも親しみやすい。 デフォルメタッチで描かれている。主な追加点、変更点としては、以下のようなものがある。ファイナルファンタジー20周年記念作品。システム、バトル画面の各種デザインなどは、GBA 版、フェ、2アドバンスに収録されている、フェに順じるが、ハードの変更に伴いモンスター等のグラフィックがすべて書き直されている。タイトルロゴもリニューアル。 2011年2月11日に、PlayStation Store においてもダウンロード版が配信された。PSP 版をベースにタッチ操作でプレイできるようにインターフェースを変更している。なお、iOS 版や Windows 4音版では GBAPSP 版の追加要素が収録されているが、Android 版ではそれらは収録されていない。後日のピクセルリマスター版の発売によりサービス、 終了した。原作準拠をテーマとしファミコン版をベースに、モンスターのデザイン、クラスチェンジ後の姿や魔法システムが元の形に戻されたが、魔法を忘れて新しい魔法を覚えることが可能であり、エーテルやフェニックスの王も登場する。また、オートセーブにメモファイルが中段に変更され、電源を切ってもどこでも再開可能になった。PSP 版ベースだが、フィールドは 俯瞰視点で 3D 化されている。3D 立体誌にも対応。ファイナルファンタジーエクスプローラーズのパッケージ版早期購入特典としてダウンロード番号が封入されたほか、2015年1月21日に 3DS ダウンロードソフトとして単独販売が開始された。Wii、Wii U、Nintendo 3DS 向けにファミコン版を配信。 プレイステーション版を配信。当初は PS3PSP での配信だったが、2012年8月28日からは、プレイステーションビータにも対応。PC ゲーム市場において、グラフィックに長けた ADV を作るソフトハウスとして、ヒット作を多く出していたスクワアは、1985年に、成り物入りで家庭用ゲーム機市場に参入するが、PC 時代とは違い、 そこそこのヒット作しか生み出せなかった。この状況に対応すべく、スクウェア幹部は1986年にディスクオリジナルグループなど様々な企画を立ち上げるが、この際に開発グループを必要以上に細分化してしまったことにより、持ち前の開発力が低下。結果的に蘇生乱造状態になりすべての作品がヒットしないという悪循環に陥ってしまう。 業績が急速に悪化したスクウェアは倒産寸前までに追い込まれていた。そして、スクウェア所属のゲームクリエイターである坂口博信もまたファミコン参入以降の自分の作品をお気に入れずにおり、ゲームクリエイターを辞めて大学に復学しようと考えていた。坂口は PC 時代には ADV、ウィルデストラップ2や 3DRPG、 クルーズチェイサーブラスティを手掛けていたが、ファミコンでは一転、アクションゲームやレースゲームを制作していた。これは、当時のゲーム業界において、RPG や ADV はファミコン向け市場として、成立しないとされていたからである。当時ファミコンのロム容量は、制限が厳しく、大量の文字や画像を扱わねばならない RPG や ADV は、 制作自体が非常に困難を伴うものであり、また当時ユーザーのほとんどが子供であったファミコン市場において思考系ゲームの最たるものである RPG や ADV は彼ら若年層のユーザーにとって非常にハードルの高い存在だった。そのような状況の中、1986年にエニックスのドラゴンクエストが登場した。ドラゴンクエストのヒットにより、 ファミコンでも RPG が成立し得ることを確信した。坂口も最後の作品として RPG、ファイナルファンタジーの制作に取りかかる。制作期間は当時のファミコンソフトとしては異例の1年であった。開発に当たったのは坂口を中心とするスクウェア A チームで当初は4人でのスタートだった。完成したゲームは社内での評価は良かったものの、スクウェア自体が 倒産寸前の時期だったため、出荷数を極力抑えようとしたという。同作の発売直前には本社を維持することができなく、なり雑居ビルに移転するなどスクウェアは瀬戸際にあった。鈴木直によると、これがヒットしなかったら、会社を畳もうという話も出ていた。1987年12月18日に、日本で発売するファミコン版、ファイナルファンタジーは十二万本という売り上げを、 記録した。この作品の制作である種の達成感を得た坂口はゲームクリエイターとしての自信を取り戻し続編の制作に取り掛かった。ファイナルファンタジーシリーズは以降安定したヒットを維持し後にまで続く人気シリーズとなっている。キャラクターデザインを天野義隆が担当することになったきっかけは坂口が率いる FF 開発スタッフの中に熱烈な天野義隆ファンがいたためである。天野の参加についての交渉には、坂口とともに天野がキャラクターデザインを務めた、気候創成機もスピーダーのメインライターの一人でもあった寺田健二も同行した。ただし、当時寺田は天野との面識はなかったようである。この誘いに天野は面白いからやりましょうと即答した。 当初は断られるが、少なくとも、ちょっと考えさせてくれと言われるとスタッフは思っていたという。アマノが最初に描いた絵は、ドット絵らしいカクカクとしたものだったそうだが、スタッフが普通に描いてくださいと頼むと、アマノらしい独特な絵を描いてくれるようになったという。その後、アマノは主要、キャラクターデザイン、イメージデザインの他にもモンスターデザインも手がけることに、 なり、FF シリーズには、アマノのデザインによるモンスターが非常に多く、登場することとなった。また、5以降は召喚獣のデザインも手掛けている。本作は、複数のキャラクターが戦闘に参加する、パーティーバトルを実装している。これは、ドラゴンクエストとの差別化を図ることもその目的の一つであった。音楽は、植松信夫が担当している。 植松は坂口から作曲を任される際にドラクエにはならないようにという注文を受けたと語っており、ドラクエがバロック調であったためメロディアスな現代調のものを意図したという。特に以下の4作は質の高さゆえにファイナルファンタジーの顔と呼べる存在である。これらの楽曲は初出時には全てフラット系の楽曲であった。植松がこのゲームの音楽を作るにあたって、 最初に完成した曲は最初のイベントをクリアした後橋を渡った時に流れるオープニングテーマという曲である。これは実際にゲームのオープニング映像を見てからそれに音楽をつけたものである。植松はこの当時この楽曲がテーマソングだと意識しておらず、ましてファイナルファンタジーを代表するテーマになるとは思ってもいなかったとのことである。リメイク版では 同時発音数が増えて豪華になり、テンポは総合性のためにかなり遅く変更された。またこの曲は後にファイナルファンタジーシリーズのメインテーマとなる曲である。今作の調整はイ・チョウチョウ。後のシリーズではヘンドチョウチョウ、ハチョウチョウ、ホチョウチョウなどに移調されて用いられている。オーケストラアレンジ版はホチョウチョウで、サビ部分にメロディーが追加されている。全シリーズ中、ファイ。 FFX、FFX いでは使用されなかった。また、リメイク及び移植版などにも追加されることはなかった。当時の FF の BGM 路線は、クラシック楽曲からの編曲、様式模倣、そして上段形の3つでできていた。プレリュードは編曲、メインテーマは模倣、上段形はチョコボのテーマであり、FF 黎明期から、すでに典型例が認知されていたことになる。 この路線は、不備までは継続していた。プレリュード同じく、ファイナルファンタジーの全シリーズを通して使用されることになる楽曲、プレリュードは、この第一作の未変度調調で作曲されていた。しかも単純な上昇音系ではなく、オクターブ上の B から始まって、単など下の C に16分音部分を落ちてから、上昇する巧妙な仕掛けが施されていた。 この他にも4オクターブの音域に詰め込むため、いくつかの音名で、後のシリーズとはオクターブが違っている。さらに8分音符分のディレイが加わることにより、音源の貧しさにもかかわらず大変色彩的な効果が得られている。この第一作のみ、フェードインは使われている。ポストミニマリズム的要素を RPG 用の楽曲に適用したのは、 当時の制作状況を考えると斬新である。これだけ練られた作曲上の効果は後のシリーズのプレリュードでは聞かれることはなく、美しい8部音符ディレイは後のリメイク版ファイト FFXC でまた採用された。当初、プレリュードの BPM は100に設定され軽快な印象を与えていた。しかし後のシリーズではよりゆったりとした。 BPM が採用されることが多い。サウンドトラック全体にも同様の傾向が見られる。また、仮装したハープの音質が最も FF らしく響くようで、その後のシリーズにてアレンジや機材のバージョンアップを経ても、ハープで仮装されることが多い。2014年6月20日からマラシーのピアノ演奏でトヨタアクアのコマーシャルソングとして使用されていた。 ファンファーレ全シリーズを通して使われる、勝利のファンファーレも、フェから登場しているが、音源の聖剣から4オクターブの音域に詰め込むために、出だしのアルペジョが2回同じ音域を不自然に反復される。書質の調整は変歩調調。このファンファーレは後に、波調調に改められる。旧第一開発事業部が制作した作品で、使用されているものは、ファンファーレ後のメロディが異なっている。 また、f f x は、レベルアップ時に、ファンファーレ部分のみが流れる。戦闘本作には戦闘シーンの音楽が一曲しか存在せず、ボス戦、およびラストボス戦も、普通の戦闘の曲である。これも初質は現在とは違うと単調であった。しかしながら、印象的なイントロはすぐに、ユーザーに記憶され、 後のシリーズでも活用されることとなった。後の FF シリーズでは戦闘の BGM はバリエーションに富んだものとなっていき、ボス戦の曲だけでも数曲が作られるという作品も登場する。それに合わせ、本作のリメイク版にもボス専用の曲が新たに作られた。1989年12月30日初版、海、明寺博士によって漫画化され、 ジック出版局より宝島コミックとして全一巻が発行されている。タイトルはオリジナル同様、ファイナルファンタジー。光の戦士やガーランドのキャラクターが掘り下げられており、原作では仲間にならないキャラクターをメインキャラクターに据えるなど、オリジナル色も強い。この漫画版では光の戦士としてオリジナルキャラクターを主人公に据えている。なお、 同作者によれば、ファイの漫画も描かれる予定だったが、60ページほど描き上げたところで、当時のスクウェアが半券を引き上げてしまい、世に出ることはなかったということである。ありがとうございます。